こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は新しいイベントの情報が来ましたので、それを皆さんとちょっと話できればいいかなと思います。で、ゼニペナというのが近日開催予定になっているようです。ゼニを使って選手をスカウト、チームを強化してペナントレース優勝日本一を目指すイベントですと。グラウンドに埋まっている金脈を狙ってゼニをがっぽり稼ごうというところで、で、公式のね、お知らせが、まあ、いろいろと来ていまして、おそらく今画面の右側、左側どっちか側に、まあ、新イベントゼニペナとはと出ているかと思います。試合でゼニを稼いで選手をスカウトしましょうと。で、まあ、どういうものかっていうと、飛んだ打球の方向、そして、その結果によってお金が稼げるので、稼いだお金で、選手をスカウトしていきましょうと。まあ、三田村だったら三田村と交換、浜崎だったら浜崎と交換という感じでございますね。で、チームが強くなっていけば、おのずと試合も勝てるようになってくるのかなという感じですね。はい。で、スカウトした選手を入れて、試合でより銭を稼いで、ペナントを勝ち抜いて、銭でアイテムと交換と。いう感じのイベントになるようです。まあ、大丈夫博士像とか、あとは SR、PR、パワーストーンにも交換できるのかな、これ。という感じみたいなので、ぜひぜひ、まずは、来てからね、月曜日に大型アップデートがあるようなので、それが来てから、また動画が上がるようになるのかな、という感じでございます。で、ポイント3、金脈を掘り当てて銭を稼ごうと。いうところで、まあ、どういう感じになるんでしょうね。内野に飛んだ方がいいのか、外野に飛んだ方がいいのか、ホームランどういうカウンターなのかとかね。結構まあいろんなことがあるかなと思います。で、初期メンバーは多分オール G チームだと思うので、ほぼ。多分ホームラン打ってるってことはないと思うんですけど、ほぼ。ただ外野くらいだったら飛ぶと思うので、まあ本当どっちのどういう方向なんだろうなっていうのはありますね。で、キャッチャー前とかはおそらくバントとかでいくらでもやれるので、そんなことはないだろうな、高いってことはないだろうなっていうのはちょっとありますね。うん。まあ始まってみてからどういう感じなのかなっていうのを見ていければいいかなと思います。うん、楽しみですね。そして、新イベキャラ大東俊二くんが追加されるようです。イベント発生数が少ないので、他のイベキャラがイベント完走しやすいというところと、あとは変化球かな、多分変化球のキャラかな。で、みなぎる活力か、結構筋力と精神持っていかれるので、まあその辺どういう感じになるのかなという印象はありますが、固有付きだな、強そうだな。ちょっと僕なんか前のシリーズとかで見たことないので、そんなに詳しい方ではないので、どういう感じのキャラかわかんないんですけど、まあ強そうだよね。結構固有は強いよね。変化球ボーナスと骨イベ率か。うん、あとはまあ持ってるコツによるのかなという感じですね。初強化はちょっと低めなので、まあできたら上限の解放はしてあげたい感じのキャラクターになるかなと思います。で、大東くんと、あとは、虹谷、ガマ口、まあ、黒金キャラクターですね。黒金のキャラクターがサブ特攻。あとはエレキ。エレキくんが、まあ、イベントの特攻として、まあ、出てくるようでございます。で、桃屋がなんかメイン特攻なのか？桃屋も。まあ、一番は大東くん。その次が桃屋。その下が、黒金メンバーと虹谷とエレキという感じになっているようですので、まあ、しっかりとね、そのあたりのキャラクターは育てて、まあ、当日イベントを迎えられるようにしておきたいな、というところはありますね。で、あとは、なんか面白そうな、覚醒という要素が入ってくるようです。で、まあ、どういったものになるか全くわからないですね。一応、あの、谷口さんの話だと、まあ、このイベキャラが強くなるという感じらしいです。どういう感じになるんだろうね。全く想像つかないけど。強くなる。まあ、どう強くなるんだろうって感じですね。例えば、持ってる基礎ボーナスが、
まあ、敏将プラス2とかさ、矢部くんだったら。まあ、スペシャルタッグが強くなるっていう感じの強化なのか、なんかイベントでもらえる経験点が増えるとかね、いう感じの強化なのか、コツ増えるとか、まあ、いろんなこう要素があるかなと思います。なので、今のところは来てみないとわからないと。アプリの3周年に合わせてこの覚醒が実施されるのかなみたいな話だったので、全然わかんないですよ。全然わかんないですけど、そういう感じの話に聞こえたので、まあじゃあ、12月くらいにこの覚醒要素が入ってくるのかなという感じですね。で、この覚醒ができるキャラクターは全キャラではなくて、まあ、絞られたキャラクターになるというお話でしたんで、まあ、覚醒するキャラクターは結構強くなる可能性はあるんじゃないかなと。なので、まあ、いろんなキャラクターを、こう、ミキサーしたりとか、まあ、餌にしてしまったりとかっていうのは、この覚醒の、まあ、要素が入ってくるまでは、ちょっと待った方がいいのかな、なんて思いますね。で、まあ、矢部くんは覚醒してほしいけどね。やっぱ、男矢部とかもあるし。なので、まあ本当に楽しみにできる要素がすごく増えたなという感じはしております。ゼニペナか。まあ月曜日に大型のアップデートがあるので、そこ終わってから多分イベント開始かなと。でもちょっと先になるのかどうなんだろうな。イベントの開催期間は僕チェックしてないので、まあここか、東京大会の週ぐらいになるのかなと。いう感じではございますね。非常に楽しみですね。まあ、本当にこの新イベントもそうですし、まあ、大東くんが強そうっていうのが、強そうだよね、こいつ。変化ボナーもたくさんあるし、固有付きなので、さらに。で、みなぎる活力でしょ。結構強そうだよね。いろんなところで使えそうですね。ただ、そうだな、スタミナキャラとか入れてあげないと結構きついだろうな、やっぱ。っていうのはありますね。まあ、みなぎる活力取りに行こうとするんであれば、まあ、そういう配慮はいるかなと。多分変化球だけ、まあ、ルシファーだけじゃかなり精神ポイントは厳しいと思うので、で、精神ポイントは最近では、やっぱ角田でコントロール101。これがあるんで、結構使うんですよね。で、使った上で、みなぎる活力取って、他の精神系のコツ、ピンチとか打たれ強さとか、取りに行こうとしたらかなり枯渇するかなというイメージなので、まあしっかりとね、まあスタミナキャラを入れる必要はあるのかなという印象はございますね。もしくは精神ボーナス持ちの変化球がまた誰か来れば、そういう問題は変化球済みでもまあ解決はされるのかなという感じではございます。そうですね。どうなるんだろうな。特攻か。特攻組めるかな。大東くんは、まあ、引きに行く感じになるとして、岩井も当たってたかな。岩井当たってた気がするな。多分岩井くんいるよな。多分倉庫に行ってしまっている可能性ありますけど。まあ、岩井はいる。桃屋もいる。桃屋いるよね。いるいる。桃屋。今、隣にいたけど。はい。と、あとはガマグチか。ガマグチ、はい。こんな感じか。そうですね。できたらエレキ PSR 欲しいけどな。やっぱ桃屋か。まあ、こういう感じで組んでいくのかな。でも、ピッチャーだね。ここをま、宝塚とかに変える感じかな。という感じですね。ゼニか。ゼニイベントが始まるようですので、まあ、そこに、準備期間になるのかな ?1週間くらい。どうなんでしょうね。そして、期待されていた黒金強化はどんな感じになるのかっていうのも、来ないのかな、これもしかしたら。黒金強化結構やりたいんですけどね、僕。黒金強化待ちで結構天才とかも溜まっているので、今何枚くらいだろう ?10 枚くらいはあるのかな?溜まっているので、まあそこで、いけないんだったら、まあでも、
1周年の時に来るよな多分強化高校。結構毎回強化高校前回歩とか来てたような気がするので、まあ本当にいろんなことを楽しみにしながらね、イベント、そして、月曜日のメンテ明けを待ちたいかなと思います。まあでも大型アップデートだもんね。大型のメンテなので多分何かしら黒金強化ぐらい来ないかな。うん、まあ楽しみに皆さん待っていましょう。皆さんのいろんな予想とか、まあいろんな意見とかもコメント欄で、教えていただければ非常に嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価をお待ちしております。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。